さあ始まりましたマセキのニコジョッキ、はい、1回目ですよ。記念すべき第1回目ですね。あのね、マセキが枠をもらいましてね、はい、あの第1回目まさかの無名の僕らっていうちょっと残念に、いや、ありがたいですよね、うん、僕らのこと知ってますかね。ジグザグジギーって言うんですけどね。ジグザグジギーです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。そうですね、この、うん、自己紹介のタイミングを失うぐらい不慣れなね、やらせていただいてるわけなんですけど、普通だったらドア玉で行くもんなんですけどね、こういうのはね。いや、そんぐらいね、そんぐらい探り探りでやってるんですけどね、いやいや、もういろいろコメントがどんどん来てますよ。あの、そうなんですよ、本来ニッチェとかね、うん、先輩とかが、はい、一発目来るはずなんですけど、うん、今日事務所ライブとかぶっててね。そうなんですよ、うん、僕らがね今日ものすごい暇だったんですよね。そうなんです、僕らしか空いてなくてね。そうなんですよ、17時まで寝てましたからね僕だって担当の方から、はい、このお話いただいたメールがあるんですよ、はいはいはい、マネージャーの方にね。あ、そうですか。ぜひ魔石で枠取りましたんで、うん、お願いしますと、はい、ぜひニッチェさんで行きたいと思いますので、うん、どうかよろしくお願いしますっていうのを僕らにも送られてきてるんですよ、ね、そこをねせめて削除して宣伝してほしいですよね。本当にどんな気持ちやったらいいか分かんない、うちのスタッフがニッチェを気に入ってましてみたいな、そうなんですよ。だからねちょっと見返してやりましょう。そうですね、うん、これは、はい、ということでね、僕らのことね、はい、知らない人も多いと思うので、まあ多いとは思いますよ。ちょっと自己紹介がてらネタやりましょうか。そうなんですよ、僕ら、うん、普通だったら自己紹介ギャグみたいなことやるじゃないですか、うん、そういうもの一切ないんでね、しっかりネタをやるしかないんですよね、うん、僕らはね。1分ネタぐらい、1分ネタぐらいのやつをね、うん、ちょっといいですかね、やってね。じゃあやらせていただいて ね、じゃあちょっと、あ、はい、そうですね、じゃあちょっと行きましょうか、ね、お願いします。それではこれよりオークションを始めたいと思います。まずはロットナンバー1番、澤穂希選手がワールドカップで使用したスパイク、こちらの商品10万円からスタートです。10万、10万、15万、15万、25万、20万、25万、30万、35万、38万、39万、40万、2億。2億円出ました。他いらっしゃいますか。いらっしゃらないようなので2億円で落札です。おめでとうございます。続きまして、石川遼選手が全米オープンで使用したゴルフクラブ、こちらの商品30万円からスタートです。30万、30万、50万、50万、60万、70万、80万、100万、100万、100万出ました。他いらっしゃいますか。いらっしゃらないようなので100万、2億。2億円出ました。お買いらっしゃいますか。2億円で落札です。おめでとうございます。続きまして、福原愛選手がロンドンオリンピックで使用したラケット、こちらの商品5万円からスタートです。5万2億2億円で落札です。どうもありがとうございました。いやどうですかね。どうですかね。ご機嫌を伺いながら、やりましたけど、これがね、やっぱ1億じゃなくてこう2億ってとこが味噌ですね。そうですね、2億ね。結構反応いいんじゃないですか。あ、そりゃそういう顔になるわなって。そういう顔になるわな、うん、2億言われたら。そうです、顔芸じゃないんですよ、これツッコミなんですよ。顔でちゃんとツッコんで、彼はこれを顔芸って言われるのが一番嫌いなんで、ね、いやいや、ちゃんとネタでツッコんでますから。顔でツッコんでます。顔でツッコむっていうね、はい。あ、いい、オチはどこって書いてある。あんまり伝わってないですかね、オチはどこ。いや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 、いろんなコメントが来てます。とりあえず金返せっていうね、とりあえずローソンでおでん買ってきてって、どういうことなんですか。なんですか、確かにうん、スタッフの方が今 ローソンのおでん食ってますけどね。バレてるんですか、ね、バレてるんですか、うん、匂いが伝わるんですかね。まあまあそんな感じでね、はい、ちょっとタイトルとかどうなんですかね。これまだ魔石のニコジョッキーとかそんぐらいでしょ、うんうん、そうですね、うん、だからちょっとなんかね決めたいよね。そうですね、まあ、勝手に決めてね、うん、これからもね僕らの番組にしてしまえばいいんでね。そうなんですね。僕ら1回目にしたのが悪いんでね。そうですよ、うん、なんかありますか、はい、うん、何ですか。いやいや、どんなタイトルがねいいか皆さん、あ、じゃあみんなちょっとね、なんかでもいろいろちょっと質問みたいなのも来てるんですよ。あ、何ですか。魔石ってどんな事務所ですかっていうね。
質問が来てますよ。マセキはあれですよね、うん、上はうっちゃんなんちゃんから、はい、うん、下は出川哲朗さん、おいおいあれ違いました。お会いしたこともあんまないと思う。違いましたっけ、雲の上の存在なんで俺に突っ込ませるなよどんどんボケてじゃんどっぷり落ち着いちゃってっから、ねえ、そうですね。でも、うん、本当マセキどんな事務所ですか、うん、いろいろ来てますけどね、うーん、うん、